A 級一般戦3組目4レースのスタートです。1番徳吉弘樹が昨日について前を取り、3番細川貴文、2番下沖浩二と上位人気の西日本勢が前3人出まして、これからラインを整えていきます。4番の伊藤圭、7番上田誠、初日同様連携の福島静岡コンビが4番7番中段の4、5番手、関東勢6、7番手、これから並びを作っていくところです。本戦の西日本勢前段下沖徳吉細川、2番1番3番で並びまして、4番福島の伊藤に初日同様7番静岡の上田、4番7番、関東勢は群馬5番の吉松健治、埼玉6番神田博之、5番、6番、3対2対2対列固まり、2周目の1コーナーです。三者の厚みをしっかりと活かせるか、2番の下沖です。昨日5レースは先行しましたが、わずかに粘れず4着に終わっています。番手は1番の徳吉、昨日は原マーク4番手が直線中野での3着です。3番の細川、初日は渋谷ラインの3番手がありました。4番伊藤圭、7番上田誠、初日は友田に割ったこのコンビ、今日はいい流れ持っていけるか。2周4コーナー、5番の吉松が動いた、初日は4番で流れ込む競争でした。番手6番の神田、昨日は伊藤大地マークでした。残り2周1回動いたんでありますが、2番下沖は突っ張って、関東勢は元の位置6、7番で下がりました。2番の下沖が1番前、4番伊藤圭4番手、5番吉松健治6番手、縦1です。残り1周半打勝です。5番手ライド1車身空けている5番の吉松、2度目の仕掛けのタイミングを測っていますが、2センターから徐々に下沖がペース上げたが、ジャン4コーナー4番伊藤圭が踏み込んでいった。2番の下沖を叩いて最終ホーム、伊藤圭が先行する。2番の下沖は下げて3番手立て直せるかどうか。5番の吉松は6番手やや縦長、3番手が下沖、逆転なるかどうか。最終バック手前3番手が2番下沖、まくり返しを狙っていく。1番の徳吉がどうする、ここは3番手後ろコースを切り替えた。2番の下沖、ここはバンジーグース止まってしまった。1番徳吉切り替えて追い込む勝負、1番の徳吉外が迫ってくるが、471でゴールインか。伊藤圭上田、今日はワンツー決まった模様。審判決定をお待ちください。4番手から最終ホーム、下沖を叩いて先行勝負、伊藤圭上田誠と初日悔しい結果の福島静岡コンビ、今日は見事に気持ちでワンツー決めております。見事であります。切り替えた徳吉外伸びたが3着まで、4番7番1番であります。